皆さん、こんにちは、ナイスッドです。元気ですか？皆さん、今日はチャレンジ動画です。はい。今日はね、日本のポテチにチャレンジしたいと思うんですけど、普通のポテチじゃなくてめちゃくちゃ辛そうなポテチにチャレンジしたいと思います。はい。後で公開すると思うんですけど、まあでもね、なんかすごく面白そうだなと思って、そのポテチ見たらね、コンビニでちなみに宣伝ではありません。普通になんか辛そうだなって思って、食べれるのかなと思って、食べてみたいと思いました。はい。で、今日はチャレンジするものはこちらです。はい。なんかね、パッケージはめちゃくちゃ赤くて、チリね、チリの絵、写真もあって、おばあちゃんはヒーって言ってるね。だから食べたらなんかまさか火が出る、さすがに出ないと思うんですけど、そういう感覚になるかもしれないです。だから私は牛乳を用意しました。でも普通の牛乳じゃなくて、私は実はスーパーに行った時になんか牛乳を買おうと思ったんですけど、なんか水も見ずになんか普通に買っちゃったんですね。でその後は失敗したと分かったんですよ。なぜかというと、私は買ったのは牛乳入れの飲料、牛乳飲料、その中に牛乳入ってるんですが、牛乳ではありません。そういう商品を日本で初めて見ましたね。で、パッケージはなんかもう本当に牛乳と同じようなパッケージで、牛もね牛の写真もあって、じゃあ間違いない牛乳だと思って買っちゃったんですけど、牛乳じゃなかったんです。はい。でも色もね、牛乳みたいんですね。味は牛乳より薄い水割り牛乳みたいな感じですねうん、牛乳の方が私は好きなんですけど、ね、ロシアではそういうね、牛乳飲料はなくて、だからね、なんかあまり考えなかったんですね、買った時に。うん、そういう違いも面白いです。なんかいろんなね、牛乳カクテルとかあるんですけど、いちご入れとかバナナ入れとか、でも何も味ついてないなんかの牛乳の飲料はないんですね。はい。何もないよりマシだと思って、これ飲みます。で、これだけじゃなくてもう一つのポテチあるんですけど、こちらです。かっこいいでしょ。なんか誰これ豚だと思うんですけど、で、その豚はなんか忍者の服着てると思うんですけど、どう思いますか？はい。で、味は七味マヨビーフ。あ、じゃあ、もしかしてビーフだったらこれ豚じゃなくて牛かもしれない。まあでもそれは大事じゃないですね。一番大事なのは味です。男気七味マヨビーフ、名前もかっこいい。なんか新発売だったから面白そうで買っちゃいました。で、ここで辛い商品と書いてるから、これと一緒に食べたいと思います。です。そしてついでに辛さの比較できればな、私は生き残れば辛い味が苦手な方はご注意くださいと書いてるんですね。私はね、辛いのが好きなんですけど、これはどこまで辛いか楽しみにしております。はい。じゃあ、どこから始めようかな。新発売ではない、辛おまアップ、辛おまアップ、ニューと書いてありますね。もっと辛くなったってことかな。わーい。この商品から始めます。辛味噌。匂いは辛くはないね。はい、こんな感じなんですけど、見てください。見たことあると思うんですが、色はね、確かに赤くて辛そうに見えます。怖。もしかして食べたら私のね、袋と同じ目になるんですよ、こうやって。じゃあ1個だけ食べてみます。牛乳っぽいものを準備して。あれ、なんか罠があるんじゃないですか。全然辛くなかったんですけど、おかしい。食べれば食べるほど辛くなるかもしれないですね。そういうことかもしれない。今度は4つ、少しずつね、4つできます。あれ、辛うまホットチリ味。チリ味ってこんな感じだったっけ。怪しい。じゃあもうちょっと食べよう。今度はこんな感じ。
確かになんかね、後味はちょっと辛いですよ。でもそれはめちゃくちゃめちゃくちゃちょっとですよ。全然辛くない。辛いより甘い感じ。うん、なんか舌にあのちょっと辛さが残ってるんですけど、めちゃくちゃ辛いと言えないんですね。なんか全部食べたら一気になんか辛く感じるかもしれないんですけど、こうやってね普通にいつもと同じように食べたらあまり辛くない、うん、でもやみつきになる味間違いない。うんこれねやみつきになる味です。まあほんの少し辛いんですよ。もうほんの少し、もうなんか何と比べればいいかもわからないんですよ。でも辛うまと書いてるんですけど、うまいです。うん、あまり辛くないけどうまいですだから今のところは牛乳はいらないです。じゃあ次の、おうん、マヨネーズの匂いがするこれもねなんか注意書きも書いてるので、こっちの方が辛いはずです。じゃあ皆さん覚悟してますか。まあ一番覚悟しないといけないのは私ですけどいただきます。うん、こっちの方が辛いです。まあなんか味は全然違うんですね。ここはちょっと甘みがあるんですけど、甘みと辛さだからその組み合わせはなんか結構美味しいと思って、こっちは全然違くて、まあ、こっちも美味しいけど、こっちの方が七味の味がはっきりしてる。まあここは七味入ってないと思うんですけど、ここはホットチリ、ここは七味、七味の味がもうなんか本当にはっきり、ほぼはっきりしてますねうん、だから食べてる時になんかね七味食べてる感じがする。ビーフの味はあまり感じないですね。マヨネーズはちょっとだけ感じます。匂いは本当にマヨネーズの匂いで、で味はちょっとだけマヨネーズの味がするんだけど、やっぱり七味の味の方が強い。そして辛い、まあめちゃくちゃ辛いわけじゃないんですけど、普通に食べれる牛乳もういらなかったんですよ。本当に心配しました。うんやっぱりこっちの方が全然辛いんですよ。こっち食べた時になんかどっか下の奥にちょっとだけ辛さ感じたんですけど、これ食べるともう本当に口の中で全部なんか辛さ、辛い辛いのを感じます。やばいくらい辛いわけじゃないんですけどね。何で食べれる、まあでも確かにあの辛いもの好きじゃない人は避けた方がいいかもしれないですね。そしたらこっちの方がまだましこっちはなんか甘辛い、辛甘い。皆さんは辛いもの好きですか、あまり好きじゃないですか、あまり食べないですか、食べるんですか私は辛いものが好きなんですけど、まあどっちかというとこの中でなんかちょっと甘みがある辛さの方が好きですね。こう辛もちみたいな。こっちはまあめちゃくちゃ食べやすい。うん、これはもう本当に辛い、普通にマヨ辛、辛マヨビーフもね、ビーフのね味もちょっとすればもっと良かったんですけど、なんか個人的にしないかもしれないです。なんか人によってなんか味の感じ方とかも違うじゃないですか。だから私はビーフの味あまり感じないけど、他の人は感じるかもしれないですね、うんでもねポテチってあの、ね、食べ始めると止まらない止まらなくなりますね。両方とも美味しいのは確実です。両方も美味しい、私も両方好きになりましたもうやめられない止まらない、やめられない。はい、皆さんチャレンジはまあここまでです一気にこれ全部食べれないんですけど、この後はねちょっとビル買いに行って、ビルと一緒にねあのゆっくり食べたいと思うんですが、でもなんか感想としてはねめちゃくちゃ辛く見えたんですが、あまりね辛くなかったのはちょっと意外でしたちょっとびっくりしました。もう本当に心の準備とかねして、なんか牛乳っぽいものもねあの準備して、すっごくなんかもう覚悟覚悟した
ってね、まあそういう気持ちで食べ始めたんですが、なんかね、うん、びっくりしましたまあでもいいことなんですけどね、なんか普通に食べやすいのはとてもいいですね。感想はこんな感じですはい、皆さん今日の動画はここまでです。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。ポカポカいい一日になりますように。